岡本豊彦肖像、岡本豊彦硬貨2年7月11日は、江戸時代後期の画家。名は豊彦。字は小彦。号は、村、単楽、恋、清紙。通称は朱名。安永2年7月8日、備中国久保屋郡、水江村にある裕福な、酒屋、岡本清左衛門雪吉の書子として生まれる。しかし、実際に、豊彦が生まれたのは、 水江の岡本家ではなく、倉敷の孔師城町にあった、京前寺という新州の寺であったと言われる。母が、隣の中島村から、岡本家に、女中奉公に来た時にと彦は、生まれ、初子ゆえに、母の実家で、少年時代を送った。水江の岡本家に引き取られて少年期を過ごしたという、説も唱えられている。幼い頃から絵を描くことが好きで、 4.5歳頃、白上白氏と共に、黒田綾山より家を習い、10歳か11歳の頃に、綾山の門に入る。完成3年、19歳で、黒田綾山の死である、福原五竹の門に入る。完成9年とよひこ25歳の時に、父、聖左衛門の死をきっかけに、妻子を伴い、京都へ移る。西八変上院の住職、大縁和尚の世話で、 当時巧妙であった松村五春門下に入る。同門には松村慶文、柴田義等、小田海千などがいる。豊彦は五春門下で研鑽を積み、実質的に史上派を作り上げることになる。五春が与佐武村から学んだ徘徊的文芸や南画的文学と丸山王居から学んだ写生画風を一緒にした、親しみやすく上手的な画風を豊彦も受け継ぎ、 ご春門家筆頭に挙げられ、京楽のうちでは、課長は、定文、山水は、豊彦と歌われるほどの画家に成長を遂げた。また、人物、課長も、巧みに処理し、広い外気を誇った。その名声は当時、京都で有名であった元区に寄うするほどであったと、いう。また、三十歳頃の作として、画家の谷文長、元区。 教科書の太田南畝、石川正持、国文学者、歌人の立花の地影、歌人の香川加劇、鴨鮭のが主劇だかとともに、より相性した追腹が残るが、当世へ切手のラオタイカたちと同席を許され、共作できたのは、アリス川の宮家と信仰があったことによると、推測されている。またそのためか、宮中の御用を受けたまわるようになり、 現在でも修学院離宮などに作品が残っている。五春の没後、豊彦は、清志神社という画塾を開き、多くの弟子を育成した。その中には、塩川文林、柴田瀬信、田中日課、古市金河、老の岡本恒彦、養子である岡本良美子などがいる。家庭的には恵まれなかったようで、比較的万婚であったと思われる。 文政8年10月21日に、聖細、笹井美穂に先立たれた。それから、形室として、大田君を迎えたものの、彼女もまた、天保3年12月3日に26歳で、死去している。この時豊彦は60歳であった。間もなくして、落成、西野木原から木村民を迎えて算出とした。彼女との間に、男児一人、女児五人を設けるが、 一人として成長しなかった。そこで、終わり国地田郡半田村の小栗博、計の四男のスケビコを養子として迎えた。校歌2年7月11日に73歳で、山と旅行中に病没した。岡本家の過去帳によると海名は、流林院月、上皇孤児となっている。豊彦の墓は、豊彦の死後17年経った後、文化生たちの集まりである。 清志神社塾が六原三寺に建てた。また、母秘文を一時豊彦にも指示したことがある。羽倉真が書いている。戦後、豊彦の墓は、痛みが激しくなって建て直すことになり、古い墓は、倉敷市の文化財として、昭和59年倉敷市の教禅寺に移築される、ことになった。ありがとうございます。